今日はですね、ロゼミューズさんをついに届いたやつを着てみたので、後で写真載せたいと思います。ちょっとね、今日お話しくありがとうございましたで書きたいと思います。こんにちは、こんばんは。いや、なんかね、私暑がりなんで、これでね全然行動できちゃうぐらい暑いです。いや、ほんとめちゃくちゃ本当にすごくて、なんかパターンとかもすごい素敵だし、このリボンがめっちゃ可愛くて、寒そうに見えるじゃないですか。もう私暑がりで、てかなんか最近急にやっぱ寒いとなんかいう感じ世間にはなってるじゃないですか。色黒だから、ちょっとで待って、色白だからって、これ光で灯してるんですよ。これあのガングロ卵ちゃんって知ってますか？私ガングロ卵ちゃん好きで、なんか自分に似てるんですよ、ガングロ卵ちゃん。ではね、私のことはガンタマちゃんって呼んでください。ガンタマちゃんぐらいね、黒いですよ。てかガンタマちゃんってそこを取んのやばくないですか、普通に考えて。あの来週のお話し会で、あのノイミーさんのお話し会に参加させていただく、ナイミさんのシングルのお話し会が最後になりまして、11月のお話し会も最後なので、皆様本当にね、お話し会来てくださってありがとうございます。なんかガンタマって声に出して言いたいですよね。ガンタマちゃんね、いいよね。普通にはガチでの切り抜き見てきました。それは本当にありがたいでございます。あの本当に永遠に話すことができますので、ロゼミューズさんのお洋服買い、いやもう本当にもうめっちゃ母と一緒にね、どれにしようって言ったんですけど、ちょっとね届いてみて思ったんですけど、ちょっとこれ大人っぽすぎたかも。だから次はあの私あのだからトレーナーとかなんかカーディガンをね狙いたいと思います。ガンタマちゃんなんか強そう、いやなんか強そう。キャラクター1位はデカ強ですよ。デカ強ね、なんかでかくて強いってね、それでデカ強って取るのがもうセンスの塊ですね。でもうん、デカ強ですね、やっぱ1番は。てかデカ強怖いですよ。皆さんもデカ強ね、ぜひ見てください。私は怖くて見れないので、誰も送ってこないでください。なんかね、誰かね、前送ってきた人いましたよね。怖いのでやめてください、もうやー。でもね、送ってこないで、ノインさんありがとうございます。送ってこないでくださいと言いつつも、やっぱりね、でかつよって言いたくなっちゃうんですよ。久保さんありがとうございます。髪はね巻いていただきました。こんなうまくできません、私は。デカモフやばい、なんかでかくてモフいやつだ。待って、じゃあ皆さんなんか送ってください。私がそのなんかどうちゃらでどうちゃらなやつに戻しますね。バイトお疲れ様です。話し会ありがとうございました。え、お風呂、え
理解不能です。私もお風呂行かないと。明日からテスト。え、この時期にテストなんですか。いや大変ですな。頑張ってください。最近もう二重奏を毎日聞いてます。本当に感動します。もう鞄のとかメイクポーチ、あ、鞄ならできますよ。もう食べ物ばっか出てくるけど。私が使ってる可愛い文字って何で、何で出してるの？なんか私ランキングから調べてますよ。オーディション番組、え、あんまり見ないかもです。でもなんかね、見ようって勇気を出すんですけど、なんか本当に心がね、なんか怒られてるシーンとか見ると心が辛くなっちゃって。確か行きました。ああ、ありがとうございます。私はですね、人から行くとブルームーンをね、いつも歌うんですよ。まして、ブルームキスも好きですよ。黒い洋服めっちゃ、やった嬉しい。もう黒似合ってますねって言われるのめちゃくちゃ嬉しいです。話しかお気遣いします。ありがとうございます。大地さん、ありがとうございます。ああ、お話しかありがとうございます。嬉しい報告で、こちらこそ会えて嬉しかったですよ。本当大好きですよ。お話かありが、楽しかった。こちらこそありがとうございました。モロトーンなんです。やった。もう本当に持ち物が黒でね、もう困ってるんですよ。もう探せないんですよ本当。全部黒だから。次回って話してぜひぜひ。あ、やすさん、ありがとうございます。嬉しい。今日も来てくれてありがとうございました。あのね、朝あんなね、もう一瞬でねプッて終わらせたね朝配信見てくれて嬉しかったですよ。大阪ね、あのぜひ私をね大阪招き入れてください。招き入れてくださいね、私のこと。てかやすさんのね関西弁かな、もうめちゃくちゃ好きですよ。ちょっと私も研究しようかな。ツアー楽しみにしてますよ、会えるの。あ、
サラさんありがとうございます。今日話しかありがとう。髪型服も同じ色で嬉しかった。いやいや、こちらこそ。髪型ね、今日ウェーブ巻きかな。なあのね、めっちゃ似合ってて可愛いですよ。あと久しぶりのねお話し会だったのでね、すごい楽しかったですよ。対面ね、あの会えなかったんですけど、ちゃんと伝言できてね、良かったですよ。またね、会えるの楽しみに待ってますね。好きな関西弁ってありますの？いや、私関西弁の方と会話するのめちゃくちゃ好きなんですよ。でもいざ好きな関西弁ありますかって言うとパッと出てこない。やっぱね、埼玉の血が流れてるからかな。だからなんかずっとちっちゃい頃からなんか関西のお友達が欲しいって思ってて、でこうやってねお仕事で関西のメンバーとかと関わることになってめっちゃ嬉しいです。あ、しゅうさんありがとうございます。嬉しいですよ。ほんと2日間もね、お話し会ありがとうございました。もう幸せなね、時にねお話し会、私とお話ししてくれて本当にありがとうございます。私も自然マニアですので、ぜひともね、今後ももしなんか自然に行く機会があったら絶対に私を背景は自然でお願いします。2日間話してるし、こちらこそもう本当にいつもありがとうございます。楽しんで、楽しんだみたいで、楽しんで来て、楽しい、ん、楽しんで来て、ん、湖か、私も湖、うん、これ湖、私もね、こ、私もね、湖でお話し会したいですね。やっぱ私湖マニアなんですよ。河口湖、河口湖いいですよね。初めて会ったけど、いやいや、こちらこそ来てくれてありがとうございました。本当に嬉しかったですよ。ツイッターのポストもねしてくれてありがとうございました。わっ、アトムシャン、話しかありがとうね、楽しかったわ。そうやってまたそうやってね、またちょっとクールぶってますよね。出ました、クールぶってますな。ナイスね、アンチでした。いやでも個人的にはやっぱね、あのぐらいのスルー感がやっぱ超ですね。いや、久しぶりにニャンチューのお題を受けたんですけど、結構うまくいったので、まあ、それをねアトムさんに披露できてよかったですよ。まあ本当にまたね、もうああいう態度とようでしたら、え、ニャンチュー NG ニャンチューやりませんよ。もうあんなね、私が一生懸命ニャンチューやったのにスルーされちゃいましたからな待てな、嘘で、もういいって私にリクエストしてくださいね。
好きでしたいいよと待って過去形好きでしたなっちゃったよな。私は毎日好きなんですけど、あれ良いお年を。いっぱいポスト待ってますね。また会える時を待ってますよ。たまありがとうございます。こんばんは、こんばんは。あ、ときさんありがとうございます。2日間ありがとうございます。無事引っ越し完了してよかったです。てかなんかめっちゃおしゃれな家になってて。てか前もおっしゃってたけど結構お家改造するの好きですか、もしかして。なんかそんな気がするんですけど、新しいお家もねすごいおしゃれで最高ですよ。まあ本当にね、あのお引越しめちゃお忙しい中ね来てくれて本当ありがとうございます。てか本当ねもうすいません、なんか毎回ねすごいなんか全然私はめちゃくちゃが緊張なので、全然私にあの敬語をね使っていただいて。すいません本当もう全然ね私が緊張なので全然何でも気さくに来てくださったら嬉しいです。もう本当にお話し会もね来てくる。インテリア探しが趣味です。いやそうですよね、だってなんか部屋に緑ありましたよね。私はですね緑の身の字もないお家に住んでるので本当に尊敬でございます。も私も滝さんみたいなおしゃれなお家に改造していこうかなと。新しいねおうちライフもぜひ楽しんでください。またお話し会待ってますよ。オンライン生活ライブありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。私はまだ課題が終わってない。昨日終わってから寝ようと思ったら全然ね、いや部屋も片付けないといけないし。あ、ゆめさんありがとうございます。どうでしたか買い物、ポップアップ楽しかったですか。私はてかあれですよね、袋のあの地下のやつですか。私あれ結構のお邪魔してます。てか定期的にやってくれますよね袋。袋ありがたい。もうね私ちなみにゆめさんと私あのいつもの持ってきてくれるあのおにぎりもそれの持ってるのでね。あ待って待って、あ新都市か、あちゃー、こんばんは。私はねツーショット会は結局行きませんってか行きませんっていうか、まあそれ人気ですよね。今日ねおパンチさんのね通所会があったっていうのをね私の姉から聞いてもう送られてきたんですよリンクが。まあ行きませんでした。まあ、それ人気ですよな。ツアー申し込んで、あーありがとうございます。あのああああああ、待って待って、ちょっと待った今日の11時59分までですよね。そうだ、そっちを書いた方がいいですよな。SE のファンクラブのチケット申し込み、そっち書いた方がいいですよね。どう思いますか皆さん。ですよな。ですよな。
書いた方がいいですよな。写真編すみません変えますな。本日まで FC ん本日まで FC ん、本日までツアー FC チケット受付中です。皆さん添削お願いします。本日まで言いますんで覚えてください。本日までツアー FC 違うFC ツアー FC チケット受付中です。どうですか、もう一回言った方がいいですか。本日までツアー FC チケット受付中、これでいいですか。ツアー FC チケット本日まで受付中、 FC チケットFC ツアーチケット受付本日までです。どうですか、よし。編集 FC違うツアー FC チケット受付本日はありがとうございましたじゃなくて本日までです。びっくり OK。よし、これどうですか。すでにね申し込んでくださった方本当ありがとうございます。もうめちゃくちゃね嬉しいです。少しでも興味持ってくださってる方だったりね、他の公演行こうかなって迷ってる くださってる方もしねいらっしゃいましたら、ぜひとも本日まで FC の方では受付しておりますので、もしファンクラブ入ってくださっている方だったり、ファンクラブ入ろうかなと思ってくださっている方がいらっしゃいましたね、本日23時59分までですのでよろしくお願いします。ひなこんぶさんありがとうございます。課題やらないですよ。ご申し込んでありがとうございます。今度は間で毎日ゴミ拾いします。あら、なんて環境に優しい。でもねもう夢さん毎日たくさん頑張って徳を積んでいるので、そんなねそんなことをおっしゃらず、今日も会えたじゃないですか。でもね私なんちゅうものはね本当徳を積まなくてもで気軽に会えるものでございますもので、大阪公演のために有給取って、あらありがとうございます。皆様ね平日の日程とかもね合わせて来てくださってる方本当ありがとうございます。確かにこちらこそありがとうございます。はーい、バイト休憩中、いや皆様本当偉いですな。
ちらこそありがとうございます。大崎楽しみ、こちらこそ楽しみですよ。当選確率アップ、いやもうね毎日偉いですから、もう毎日生きてるだけで当選確率アップです。これは実際事実。そうですよ、1月4日からね、もう三が日明けたらもうねまたライブさせていただけるなんて幸せですわ。もうみんなもう年末ムード、ね、年始ムードでね、もう気分が上がっちゃってる状態ですので、たくさん盛り上げていただけたら嬉しいございます。どこ行ってもクリスマスじゃない、いやありがたい、てかもう一生クリスマスでも OK です。冬休みの家庭終わらない、いやだからもう今欲しいですよね、もうこの時点でもらっときたいんですけど、あでもこの時点でもらってもやらないんですけどね。クリスマスツリーも飾った、そうっすね、一旦飾る場所の確保って感じですかね。恐縮してメロック、あいくらさんありがとうね、ほんとツアー当たりもしてみたわ、かわいい、でも当たるから心配いりません、本当に私がもう願いずお願い済みなので大丈夫です。申し込んでくれてありがとうございます。今日ねちょっと回線が悪くて本当にごめんなさい、本当にすいません。でもね今日もねお話できて嬉しかったですよ、しかもね2回も来てくれてありがとうございます。またねお会いできるの楽しみに待ってますよ。あとねそろそろね私たちの楽しみな月がやってくるのでね、またこの季節がやってきましたよ、冬楽しみましょうな、いくらしゃまたお待ちしてますよ、いつもありがとう。じゃあ少しタイムやりますか、ちょっとだけ、本当にどん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 前髪がなくなってて困ってるんですよ。本当にファーストコーン楽しすぎて未だに夢に出てくるんですけど、てか可愛くてリコシアンがですね私に
遊びたいってね、可愛い連絡をくれたので私はボイスメッセージを返しておきました。とりこちゃん可愛いな。リコちゃんってほんと優しいですよ。あんなね優しい子ね、奇跡ですわ。ネモのポマトみたいです。あら、ありがとうございます。こう楽しかったですな。ボイメ送っても相手がボイメで返してくれなくて寂しくなる。あ、元気出してください。いやでも私もいつもそうですよ、返してくれる子いないし、あの私の母は聞いてないですからね、そもそもボイスメッセージ。今年もサンタになるの。でもさ、クリスマスの日に福岡にいますよ私は。どうなるんだろう今年。ボイメンとこだけ全スルーされてますからね。え、ボイメンで送ったよって言ったらね、聞いてないからって言われちゃいました。聞いてよ。確かにさ、あんまイヤホン使わない、日常的にそんなイヤホン使わないとさ、ボイスメッセージを垂れ流すわけにもいかないし、むずいですよね。あ、待って、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、わらし会でサンタやります。失礼、遊ばせ。福岡にサンタ集合で。やばい。え、そう、12月10日サンタコスでした。失礼しました。死刑、死刑です。サンタ買うか、角買うか、サンタ買うか、いやツリーでしょう。でもどれも可愛いですよ。いや、たまにねチャイナドレスやろうかなと思うんですけど、なかなか手に入んない。あとチャイナドレスね、結構届いたらあれこれは大丈夫そうって感じのね、生地感のものもありますものでして、フォトナの好き思い出す。私結構フォトナやってたんですよ。エーペックス出た時にフォトナからエーペックスに乗り換えようと思ったんですけど、無理です、本当に難しいでした。あとなんか可愛い子っていうか荒野行動やってません？なんでですかあれは。ハマってるゲームとかある？いや私ゲームねやんないんですよ。なんだろう、うん、スイカゲーム以外ない。ほんとゲームハマりたいんですよ。てか私がもっと頭良ければね、
多分ゲームやってたんですけど、理解できない、チュートリアルで断念って感じなんですよ。そう、チカッパ、待って、もう言っていいのかな、その話。さっき出ましたか、そう、配信が決定いたしましたので、皆様ぜひとも、もしね現地に行けないよって方もね、配信見てくださったら嬉しいです。ありがとうございます。演習率今でも100桁ぐらい覚えております。いや、わかんない、何桁か数えたことない、最近口に出してません、声に出してない、どっち。ツアー募集、あ、ありがとうございます。神子貸してきます。そうやって私のことを置いてくんだ。うん、あ、お風呂止めんどくさい。こちらこそ、会社が変わらないときで、泣かないで、ありがとうね。偉すぎー。でも今のミュウさんも可愛いですよ。どうしたんですか、本当にも偉いですな。そっか、でもミュウさんの髪の毛を大切にしていきたいから、乾かしてきていいですよ。おでん食べて、おお、冬すぎる。今日服装と舐めてたよね。こちらはロゼミューズ様です。はんぺん好き。今日の飲み方めちゃくちゃ好き。これ自分でできるようになりたいんですけど、多分できない、難しい。冬といえばこれみたいなのある。なんだろう。いや、クリスマスでしょ、絶対に。クリスマス、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 クリスマスの話はね、私にしてください。本当に元気になれるから、私が。サンタさんっていると思いますか？はい。クリスマス期間っていつからいつまで？11月1日から12月いっぱいですかな。みゆさん、ありがとうございます。そうですよ、福岡ツアークリスマス嬉しい、もう本当に最高。でもね、そうやってね、お仕事ですから、自分パフォーマンスに集中。
あのクリスマスっていう日程あるじゃないですか。私は24から26までクリスマスってもうカレンダーには25しか多分クリスマスって書いてないと思うんですけど、私からしてみれば24、25、26でクリスマスって書いてあるので、うん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 、私の家って24にねサンタさん来てたんですよ。てか24日から12月24日から11月3日までのあの空気感やばいですよ。あのまずその短期間にイベント詰め込みすぎなんですよ。でもうまずクリスマスでもみんな浮かれてるんです。うわはいはいクリスマスって感じになって、クリスマスが終わったらもうはい年末年末やった年末やった年末ってなって、はい年明けたおめでとうおめでとうって言って、もうこの3連単これやばいです。ここのブワッとねいく感じ、あそこだけひたすら繰り返していきたいですね。え、もうあれね、日本にいてよかったって思います。大丈夫ね日本、皆さんが言ってくれることが私にとってプレゼントですよ。クリスマスとお正月どちらが好き？でも私結構行事ランキングで言うと割とね正月も2位かも。でそれでまあ1位もうもう大なり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 クリスマスぐらいですかね。で圧倒的な差をつけて1位がクリスマスで、2位が正月。で、3位が行事って何かありましたっけ？まあ、しいって言って誕生日ですかね。それはこうやってみんな皆さんにお祝いしていただけるようになってからようやくランキング入りしたぐらいなんで、まあ、基本的にはもう、 こう2位までが圧倒的って感じです。って感じですかな。そうだから冬はすごいってことですよ。要するに私にとって冬はすごい。誕生日の日配信やる。時間あればやります。お仕事なければやります。ちょっと一瞬だけ少しタイムやろうかな。なんかやりたいやりたいっていうか、なんかおすすめのポーズ教えてください。ハート、はい、
ありがとうございました。閉店。そうそう、ランキング読もうかなと思います。いきます。13位のいんさん、ありがとうございます。12位、うわ待ってくださいな、あアジバルトさん、ありがとうございます。11位、ひなこんぶさん、ありがとうございます。10位、ゆめさん、ありがとうございます。9位、大地さん、ありがとうございます。8位、ユーフィーさん、ありがとうございます。7位、久保さん、ありがとうございます。6位、アトムさん、ありがとうございます。5位、いくらさん、ありがとうございます。4位、しゅうさん、ありがとうございます。2位、ときさん、ありがとうございます。待ってごめん、あ間違えた。4位、しゅうさん、ありがとうございます。3位、ときさん、ありがとうございます。2位、さらさん、ありがとうございます。1位はやすさん、ありがとうございます。ギフトくださった方もありがとうございます。今呼びできなかった方もね、今日見てくださってありがとうございました。朝配信に引き続き夜も見てくれてありがとうございます。そして話し会本当に2日間ありがとうございました。対面ぶりにね来てくださった方だったり、あとはツアー申し込んだよってね、たくさんの方に言っていただけて、本当にもっともっと来てよかったと思っていただけるように頑張らないといけないなっていう気持ちがまた強くなったので、もうあっという間だと思うので、もうこの期間ねしっかりとパフォーマンスに向けて準備していきたいと思っております。で上にも書いてあるんですけれども、 FC 選考のツアーのチケット受付が本日23時59分までですので、ファンクラブに入ってる方もし気になってくださってたり、追加でここ行きたいなとかもしあったら、本日までですので、もしね少しでも気になってくださってたらよろしくお願いします。してまだファンクラブに入ってない方もね、もし興味を持ってくださったら今日までですので、チェックしていただけたら嬉しいです。皆さんもねすでに申し込んでくださった方も本当にありがとうございます。会えるの楽しみに待ってます。というわけでおいとまします。今日もありがとうございました。また今度。